一般財団法人自治体衛生通信機構は電気通信事業者として地域衛生通信ネットワークの構築・運営を主業務としている財団法人。元総務省所管。通信衛生を使用した地方公共団体、防災関係機関向けの防災情報、行政情報伝送システムの整備と管理、運営を目的として、 全国の地方公共団体の出資で1990年2月に設立された地域衛星通信ネットワークの管理、運営と地方公共団体、防災関係機関向けの衛星通信サービスを行っている。全国瞬時警報システムでの使用例、通信衛星スパーバード B3 の空バンドを使い、日本国内の地方自治体向けに映像伝送、音声通信、 データ通信サービスなどを行っている。1991年12月に運用開始、都道府県防災行政無線、消防防災無線の衛星通信系として、総務省、消防庁や全国の地方自治体、消防機関、防災関係機関を独自の衛星電話網で相互に結んでいる。消防防災ヘリコプターによるヘリサットでの映像伝送にも使われる。災害で、 電話回線、優先通信回線が途絶した場合は、この衛星電話が唯一の非常通信手段となることが多く、東日本大震災でも有効性が報告されている。停電時でも使えるように配慮した、冊子上の電話帳、衛星電話番号簿も毎年発行され、また災害発生時の混乱で電話帳が行方不明になった場合に備えて、ウェブサイトでも公開されている。また、 総合行政ネットワーク、住民基本台帳ネットワークの衛星通信系としても使用されており、特に総合行政ネットワークで全国瞬時警報システムを伝送する際の伝送回線としても使用されている。デジタル映像伝送用のチャンネルは5つあり、通常は平日の10時から17時30分まで第1チャンネルで情報番組を配信している。また、全国知事会、 全国市長会議、全国都道府県、課長会議や、防災訓練、全国消防救助技術大会、内閣府、総務省、消防庁が開催する自治体向けの説明会、国会の地方自治、消防関係の委員会の中継も行われる。受信には専用のチューナーが必要だが、関係者向けの番組や、災害発生時に第1チャンネルが、 現場中継で使われる際は、関係者以外は視聴できなくなることがある。一部の番組は、再送信が可能に、人工衛星局スカッパー j サットのスパーバード B3 の中継機を3本借り上げている。なお状況に応じて、帯域の割り当てを変更することができる仕組みになっており、東日本大震災では、デジタル順道が伝送、干渉波調査の帯域を、 個別通信の帯域として割り当て、個別通信の急増に対応した。過去の使用衛星としては、スパーバード B1 を2000年秋頃まで、スパーバード B2 を2016年12月まで使用。スパーバード B3 の打ち上げが延期されたことから一時的に予備衛星である JCSAT-16 の使用を経て、2018年7月からスパーバード B3 に移行した。 衛星地球局なお、管制局は、通信衛星を管理する場所ではなく、防災通報網の拠点、送信所のことである。このほか、政府、地方自治体他防災関連機関の施設にも2006年時点で、約5500の地球局を設置しており、地上通信回線網の故障時も緊急通報ができる体制をとっている。さらに一部の観光庁や、 災害対策基本法指定機関となっている民間事業所においては地球局を設置せずデジタル映像伝送のチャンネルの視聴用の設備のみを設置している場合もある。直通通信、パケット型データ伝送、帯域保証型データ伝送、予約系 IP 型データ伝送以外の利用料金は無料。ただし別途山口管制局設備利用料が また東京局を使用する場合は、東京局設備使用料が必要。非常時は、もちろんのこと、地方自治、防災が目的であれば、日常的に使用することができる。公的個人認証サービスの指定認証機関として、地方自治体が主体となる認証業務を自宅していた。2014年4月、地方公共団体情報システム機構に関。 パンフレットハット AB 平成28年度事業報告書、AB 平成30年度事業報告書都道府県、市区町村の各部署、出先機関、浄水場、下水処理場、東京事務所など、消防局、消防本部など、災害拠点病院、日本赤十字社、気象台、ダム、原子力発電所、海上保安庁、自衛隊、インフラ事業者、 公共交通機関、報道機関など。技術部ネットワーク推進課、一斉指令改正の増速。ラスケームニュースナンバー42、一般財団法人自治体衛生通信機構、2010年10月19話。19はディジタル映像伝送5チャンネル分。20は、主に第1世代の個別通信、一斉指令。純動画伝送。21は、第2世代の個別通信、一斉指令。 IP 伝送などで使用。個別通信に換算すると、最大約500回線まで増設が可能。衛星通信の基礎知識通信衛星について、ラスケームネットワークニュースナンバー6、財団法人自治体衛星通信機構、1998年10月、トランスポンダは15と20を借り上げた。ありがとうございます。